はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは保存版人気教室になるためのホームページの写真の撮り方プロセス徹底解説ということについてお伝えしてみたいと思います。皆さんそれぞれですね、まあ、例えばブログとか例えば Facebook とか、まあ、いろいろな SNS のメディアとかあると思うんですけれども、そのメディアに載せる写真というのももちろんなんですが、まあ、ホームページ、まあ、とりわけランディングページと例えば言われるようなもの、ランディングページはそのあるものに特化した申し込みをしてもらうためのページになるんですけれども、そのランディングページの特に一番目のヘッダーですね、まあ、その写真っていうのはキャッチコピーとともに、まあ、とても重要な要素になってきます。で、その写真っていうのがただ綺麗に撮れればいいっていうものではなくて、ちゃんと意図と内容と組み立てとプロセスがあるんですね。で、それを先日ですね、私のまあクライアントさんのまあホームページというかまあランディングページですね、申し込みをしてもらうためのページの写真撮影の立ち会いをした時に、まあ、やっぱりこういうプロセス大事だよねっていうふうに思ったので、まあ、改めてですね、まあ、保存版として皆さんにお伝えしてですね、その手順で、写真撮影自分がやるにしてもプロがやるにしてもね、考えていただく参考にしていただければと思い、今日のお話をしていきたいと思いますので、そんな感じで聞いてもらえたらというふうに思います。はい、では早速ですね、内容の解説をしていきたいと思います。まずですね、そのまあホームページの写真を撮る、まあ、撮り下ろしっていうことなんですけど、どこかから引っ張ってきて適当に合ったものを使うんじゃなくて、撮り下ろすっていう場合に、まあ、何を一番最初に考えなくてはいけないかっていうと、コンセプトです。はい、一言で言って、要は誰に何を伝える教室なのか、これを今一度再確認してください。それに沿って全て のコーディネートを組み立てていくことになります。ということはどういうことになるのかっていうと、その誰っていう人にとって響くいいなと思う教室にしていかないといけないわけですよ。で、今回依頼っていうか、まあ取り下ろしをした私のクライアントさんの教室っていうのは、今後ですね、その教室業とあと販売業を両方頑張っていくことを学びたい人の先生向けというか、プロになりたい人向けというコンセプトがあったので、まあその方ね、悪気はないんでしょうけれども、割とこうポップな感じのキャラクターな感じの写真とかが多く上がっていたんですね。で、そうするとそのプロになりたい人ってその領域を目指したいわけではなくて、やっぱり憧れる、いわゆる、お店で売ってるような、例えばホテルのラウンジで出てくるようなお菓子とか、あとは販売するにしても自分のアレンジで最終的にそういったこう庶民的なお菓子の方に持っていくのは構わないんですけれども、やっぱりこう高級店のようなイメージ のお店とか、講座の主婦の、ね、パティシエールですかさんの、内容っていうのがやはり皆さんすごく興味があるじゃないですか。だからそちら方面に寄せておいた方が集客はしやすいわけになりますよね。そうするとそういう人たちが好む写真、憧れる写真はどういう写真なんだっていうところから調査が始まるわけですよね。だから一般人向けじゃなくって、プロ向きって言った瞬間に割と高級志向になっていくわけなんですよ。そうすると高級志向になっていくっていうことは、ライトな可愛い感じとか明るい優しい感じの色合いじゃなくって、シックとか、高級感のある、カラートーンで言うと、まあ、ダーク系ですね。あと高級系なんで少し重めの色合いとか、暗めの色合いをベースにしてシックにかっこよくという方向に振っていくことになります。そうすると場合によっては今までご本人が何も考えずに撮ってきた写真が全て使えなくなる可能性はあります。新しい講座を立ててそちらに振っていきたいという場合、現にその方の場合にはそういった方向でまずコンセプトが決まったので、それに合わせて全部写真を撮っていくということは、どういう雰囲気に仕上げたいのかっていう写真を見本があると、
まあ、共通認識としてこういう感じだよねっていうのがいいか悪いかっていうのがジャッジできるようになるんですよね。で今回の場合には、まあ、ちょっとね特別な形で私のクライアントさんだったので、私は自分で写真も撮るし自分でスタイリングもするんですけれども、それをやってると時間が間に合わないのでプロのカメラマンをお呼びしてですね、そのプロのカメラマンの方と私は意思疎通がとてもよくできているので、まあ、こういう感じでこう組んでいったらこう撮ってもらえるっていうのが分かっているの で私はコンサルタントでその方の、コンセプトを一緒に作ってきているので、どういう人がどういうものが喜ぶのかっていうのは基本分かってます。なので絵としてどういう絵がご本人が欲しいんだろうかっていうのを知りたかったんで、ピンタレストとかインスタグラムとかで構わないから雰囲気、どういう雰囲気がいいかっていうのを撮りたい、あなたのお菓子をこんな風に撮りたい見本をピックアップしてって言って20個ぐらいね写真を出してもらって、でその内容を見て最初見せてもらったのが全然、コンセプトに合ってない写真を選んできてたので、いやこの方向じゃないと思うからもう一回こんな雰囲気で選び直してくださいって言って選び直してきたのが割といい感じだったので、でそれを撮ろうと思いました。そうすると当然スタイリングをもしして撮りたい一品だけをドーンと撮る分には構わないんですけど、女性ってその雰囲気、あこういうのが習えるんだわー素敵っていう、そのわー素敵っていう雰囲気がないと直感で体の中入ってこないんですよね。そうすると本来は物だけで勝負できるはずなんですよ、素敵な美味しいお菓子を作ってるわけなんで。だけど全体的に素敵よねっていうことを見せてあげるために過剰に装飾することもなく本来のそのスイーツの素敵さを見せつつでバランスよく小物を入れるみたいな感じになってくるので、本来だったらスケッチをして小物を全部揃えてやりたいぐらいな感じなんですよ。で今回の場合ご本人がもともとそういうものを持っていなかった、で私小物は持ってるんですけれども、私が私のため私のパンとか私の小物を取るのに必要なものを持っているだけなので割とモダンでかっこいいものが多いんですよ、私が持ってるもの。そうするとちょっと今回のお菓子とは雰囲気が違っちゃうんですね。ということで少しアンティーク気味のかっこいい雰囲気っていう小物食器とかも揃えていただきました。レンタルしてね、借りてもらって、でそれをバーッと並べておいて、でその世界観を全体的に統一できるようにお皿の質感とか、あとサイズ感とか合わせながら色合い見ながら、その被写体が映えるような下地の色とか決めながらその場で組んでって、14、15種類ぐらいですかね、半日で撮っていきました。相当早かったと思います。その内容がありお皿を選びお菓子を乗せ色合い見てバランス悪かったら違うお皿に変えて、でそのスタイリングの小物をちょっと入れたりフォーク入れたりとかして立体感出していく。で目で見た目と写真って違うから写真をモニターで常に確認しながら位置が違ければその構図に合わせて私位置をずらしたり直したりとかして、でカメラマンの方もそれに合わせて位置を直したりとかっていうのをねやっていったんで、出していただくねクライアントさんはお菓子の先生なんですけど、私が言うお菓子を次から次へと出してきて、でどこが一番見せたいところ、見せたい顔はどことか正面はどことか言いながらですね、そのスイーツが一番よく見えるように、撮ったっていう感じでしたね。はい、ですから一人でやるにはものすごい多分ね時間がかかる内容だったと思います。照明とかも基本ストロボでやってますので、天候とか日の光に左右されずに一定の光量で一定の光の色でどんどん撮っていけるっていう感じなんで、はい、なので時間は多分自分でね一個一個やるよりは全然早く終わったと思います。で私が言いたいのはプロを使いなさいっていうことじゃなくって、そのプロセスを皆さんにも理解してもらって
自分でやる時の参考にしてね、時間かかってもいいからっていうことをお伝えしています。なので、まず一つ目はコンセプト設計をしっかりすること、誰に何を伝える教室なのかっていうことですね。でそのイメージに合ったその2、カラーリングを考えます。ウェブサイト自体のカラーリング、全体的なカラーリングに合わせて写真もどういうカラーリングの方向性でいくか、でその時の参考になるものとして3つ目、見本になる写真とかを探す。レシピ集からでも構わないし、ピンタレストとかインスタグラムでも構わないです。方向性を確認を、自分でも確認をするっていうことも含めて写真を用意する。で4つ目はその写真の雰囲気になるような、一人で、私は見ただけで組んでいっちゃうんですけど、一人でやるんだったら絵コンって書いてほしい。で、ああちょっとこういうフォークとか欲しいかもなって言ったら、今後も使えるかどうかっていうことを考えて資材を手に入れておくっていうことですね。今後も使えるんだったら買ってもいいし、その時だけだったら何か代用品で考えるっていうことをしても、食器類とかカトラリーとか、あのそういったものをね、小物をどう揃えるかっていうのを考えてみるっていうのが、4つ目ですね。で5つ目、それを実際のね、当日、本当は天候に関係ない状態のストロボ照明とか持ってる方がいいんですけど、ない場合には天気の日を狙って撮影をするっていう組み方をしていきます。でこの時も順序よく撮っていけるように、あらかじめどういう絵を撮りたいか、最低撮りたいかを決めて、であと何カットかをね撮っておきます。縦位置横位置とかアングル違いとかね。だいたい私パンやってた時、1個の被写体で30カットぐらいは撮ってました。はい、それが広告に使ったりウェブサイトに使ったり、縦使ったり横使ったり、引きが欲しかったり寄りが欲しかったりするので、それをね何パターンか考えられるカットを全部撮っておくっていうことをしてました。はい、で本当に必要になった時にね、それを加工して使ったりとかっていうのをやってたりとかしています。ですのでその一回組んじゃうとなかなかもう一回って組めないじゃないですか。お菓子とかね、パン作るの大変だし。なので一回である程度いけちゃうように、写真撮影の日ってね決めたら、やっぱね、そうですね、30枚撮っても 5パターンくらいは撮りたいですね。はい、だから作るの大変って感じ。パンだからできるのかもしれないですけどね、そこに置いといてもそんなに絵姿変わるものじゃないから。でそれでスタイリングしていったりとか、お料理の時大変でしたね。お料理、美容食学っていうマクロビオティックみたいなやつのお料理を教えてたんですけど、5品とか集合体で撮るのと単体で撮るのと両方セッティングして撮っていくのが結構大変でしたね。お料理が多分一番準備的には大変かなというふうに思ってます。はい、パン、お菓子、お料理の順位で難易度上がるかなっていう感じですね。要は美味しく見える、そしてそれが見た人にとって習いたいと思えるように撮らないといけないので、引き絵がいいのか集合体がいいのかっていうのも考えていく必要があります。でそれを実際にサイトに入れてみて、その大きさで見せていくのでいいのか、もうちょっと小さくしなきゃいけないのか、大きくしなきゃいけないのかっていうのも検討して、出来上がりっていう形にはなるんですが、その1個のサイトの中の写真が統一感があった方がいいので、決めたルールの中で、こういう方向性で撮るって決めたものがちゃんと、その中に踏襲されてるのがいいですね。はい、どういう方向で撮るのかっていうのが、今回はこういう気持ちで撮った、今回はこういう気持ちで撮ったっていうと、バラバラ感があって統一感がないので美しく見えないので、サイトの印象っていうのは全体的に整っていて、あ、いいなっていう、まず印象が一つあって、その印象で読んでいって、あ、いいなっていう全体をね感じてもらえるっていう、そういう雰囲気になっていきますので、まず、その準備がねもう9割以上ですね。当日も大変なんですけど、で特にご自身で撮る場合はね。ただ逆に自分で撮る場合には頭の中にあるものをそこに表現していけばいいだけなので、それを誰かに伝えたりとかっていうことをしなくてもいいから、
まあ、そういう意味では楽だし、取りたいように取れますよね、おそらくね。はい、で役割としてはだから本来ではスタイリストの人とカメラマンとかね2人いてっていうことで、その人たちに衣装をきちんと疎通すれば、その人たちはプロですから表現はしてくれる。ただ意思の疎通をしないといけないので、自分が先にどういうふうにしていきたいのかっていうのをすごく真剣に考える必要があります。でプロだから任せたらいいんだろう、そんなことはないんです。ちゃんとどういうふうに見せたいのかっていうのを伝えないといけないので、そのためには写真とかがあると非常に分かりやすいんですね。はい、なので今回その手順でやったので非常にスムーズにはいったのと、まあ、私自身がやっぱりコンセプトを分かった状態で私がスタイリング組んでるので、こういう雰囲気はこのお客様は好きだろうねっていうのを思いながらやってるわけですよ。だからそういう素敵な写真になっていきます。なので全く同じお菓子なんですよ、作ってる人の腕は。だけど撮り方が今一つだとお菓子の魅力がやっぱね伝わらないんですよ、残念ながら。二次元の世界なので、ウェブサイトはそれを立体で触ったり食べたりとかできないので、なので二次元で使い切るっていうことを考えると、写真を最大限どういうふうに伝えたらいいのかっていうのは、その真剣にね考えて、まあ、技術が足りないんだったら学ぶか頼むかどっちかなんですよ。学ぶか頼むか。でそうしてでもやっぱり伝えるものが分かりやすくいいなと思ってもらえる写真になっている方が集客力は上がります。人気教室になっている先生のホームページとかサイトを拝見してますけど、写真が全くいけてなくて人気教室になってるとこはまずないです。要はそこが入り口になったりとかしてますからね。あとはウェブが苦手な先生とかだと、めちゃめちゃすごい技術を持ってて口コミで人が集まるようなのを持っていると、そんなことはできたりすることはあるかもしれません。だけどやっぱりね、人は見た目が9割っていう言葉があるように、ウェブサイトのトップページバナー、特に一番上の写真はもう目を引きつける一番最初の入り口なんで、そこも含めて全体の雰囲気をよく撮っていくっていうのは、今後教室業の先生の残念ながら必須のスキルになってしまったなという時代に突入したということを理解して、写真もね結構真剣に考えて撮っていかれるといいと思います。はい、ということでまとめます。保存版人気教室になるためのホームページの写真の撮り方プロセス大解剖、プロセス全プロセス解説っていうことなんですが、こちらの方は、まず、最初にコンセプトを確認をする。そのコンセプトに沿ったカラーリングとか内容を考えるウェブサイトに入れていくとき、そのための準備として、写真見本になるような写真を用意して、コンテも書いたりとかして、でそれに必要な、アイテムを用意して、で最後、それを表現するような形で、保険も含めていろんなカットで撮っておいて、で最後どれを採用するか決めていく、そんな感じのプロセスでやってますので、そこまで考えてなかったなっていう方はこの中のプロセスの1個でもいいからチャレンジしてみていただけるといいかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは